何故不思議よ。抜けぬ刀とご存知か。ああ、抜けぬとはそれでも試されるのですか。抜こう。そうですか、わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。あなたは流飲の巫女に仕えるお方なのですね。ああ、何故戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすために。なるほど、読んだことがあります。流飲を断つ術があると。つまり巫女は流飲を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは異なものですね。私は落ちの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの流飲を。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆はそう、不死を絶つことが正しい。なれど流飲がそれを憎むのは巫女の忍びよ。お手を、北条を。これは。はい、お米は大事と。噛めば噛むほど甘くなり、巫女の死のようこそ。さようなら、あなた。巫女のようこそ。すみません、お米がまだ。またさようなら、あなたの行く。
真っ白い、どこ真っ白いお花。あ、おお、みんな、そうか、あの子の分。なあ、あん、なんだ、オラを、か、なんだと。オラ、実は知ってる。王様たちが言っていた、死の、何故、神隠しした先に、皆のもとに、何せ、なあ、できぬ。そうか、もし、やっぱり神隠しし、皆のもとに、何せ、なあ、できぬ。あるぞい。一つは生、一つは干し柿。八時生が駆け越えて生ガキ。生ガキ。え、しからお困り、お米。米だ。おお。お、ありがたい。お告げを頼む。あん。生ガキをほぐぐつ回しで、うん、生ガキを欲するな、くぐつ回しで、うん、く、そうか、ガキがいいな。何やら急に落ちの試しだ、この寺は。だから、ああ、さてと、これで野暮用は他に当てもねえし、どこだろうが。さてと、ぼ、ああ、分かってるかもしれん。アシナは今やってくるネズミのか、おめえも。さてと、ぼちぼち、あーと、分かってるかも。足でやってくるネズミの、おめえも。
くよ、こんな死者なんだ。さあ、どこへ？じゃその足因がではな、まあ
やっぱり神隠しした先に皆のも何せなあ。分かった。おお、よし、それじゃあ。